はいえー、最近あの、南海トラフがトータルコータみたいなちょっと、シャワー上がりなんですけど、ありますけど、あのー、そろそろね、そういう災害とか、えー、有事とか、パンデミックとか、いろいろあるかもしれないので、まあ、なんかやりたいことがあるんであれば、えー、なるべく早めにやっといた方がいいかなっていうふうに思ってます。えー、特にその体のメンテナンス、まあ、だからちょっと悪いところ。 例えば虫歯があったら虫歯治すとか歯を治すとかもそうですし、まあ、美容整形とかもあのするところがあればするとかあのメンテナンス自分の体調を整えることを今のうちからやって、まあ、そのメンテナンスっていうのはもちろんそういう筋トレだとか、まあ、ダイエットとか、えー、健康自分の体をその いい状態にしていく、えー、整えていく、デトックスしていくっていうのも含めて、えー、やっといた方がいいかなっていうふうに思います。えー、っていうのは、やっぱりそういうふうになった時に、えー、満足にできる環境じゃない可能性があるので、まあ、それがどのくらい続くかどうかわからないですし、うん、だから急に例えば、なんか避難所みたいな生活になった時に、 ね、その時になんかああ虫歯直しときゃよかったとかってならないように今ちょっと体調どっかやっといた方がいいところがあればやっといた方がいいかなと思いますしあとはなんかまあ勉強とかでもそうだしなんかやりたいことい、えー、行きたいところ、えー、なんかしたいことがあったらなるべく、えーまあ、いつかできるかっていうふうに先延ばしする人もいるかもしれませんけれども えー、もう今しかできないことかもしれないのでまあ先延ばしせずにもういつね死ぬかわからないっていう状態まあ僕はそういうつもりでいつも生きてますけども、えー、そういうつもりでね、えー、生きてほしいなっていうふうには、えー、思っていますまあ僕もあの長野県にまあ疎開っていう表現をよく使うんですけど疎開し,しに行ったんですけどまあ ちょっと離婚して帰ってきましたが、だから僕も本当に今東京にいるんで、横浜の実家にも行ったりもするんで、首都圏でどういうふうになるかわからないですけども、僕はもともと本当にまあ都知事選までの命だと思って生きてきて、本当に本当の本当のロスタイム、何度も何度も,もうロスタイム人生なんですけれども、そういう中で今生かされているので、少しでも えー、皆様のお役にというか世のため人のため恩返しのために日々精進させていただけたらなと思っておりますまあだからまあそれも一環もあって、まあ、できる限りまあ親孝行をしたいなとか、えー、そういうのもありますし、えーまあ、これを見てる方っていうのは結構コアな方だと思うんですけれども、えー、皆様の何かお役に立てることがあれば、えー、どんどんしていきたいなとも思っています。 まあどういうふうになるかわからないですけども、まあ、僕も本当に身辺整理を、えー、今、えー、少しずつですけどもなるべく早くやって、まあ、すごく自分を軽くして、まあ、あの軽い状態身軽になった状態で、まあ、動けるように活動できるように、まあ、それもそうですね断捨離とかもすごい今 すごい今までの,その人生蓄積してきたものとか皆さんあると思うんですけれどもまあ物だとか思い出だとかえスマホだとかパソコンの中に入ってるものとかまあ体もそうですけれどもそういったものをデトックスえ断捨離していってえ新たなご縁出会いが入ってくるように受け取りやすくしてえーいくっていうのも 今のうちに、それってなかなか余裕がないとできないことだと思いますし、僕もうだから都知事選に向けて日々頑張っている中では、なかなかそこにね、えー、意識というか、力をね、エネルギーを注ぐことができなかったんですけれども、今はちょっと、えー、都知事選が終わりまして、そういったエネルギーを注ぐこともできるので、まあ、世のため、人のため、恩返しのため、 に精進させていただきつつ、まあ、自分のねデトックス断捨離もして自分の体も、ねえー、いざ何かあった時に動きやすくできるようにするために、うん、体も本当に調子を整え鍛えていっていきたいなとあと自分もこう、うん、そうですね体メンテナンス美,美,容美容整形そうですね美容整形 もうそうですし歯もそうですし、体の調子をね見て、メンテナンスしていけたらなと思っておりますま。美容整形って言っても、そんなあれ、別に何かやるわけでもないですけど、何かやろうとかも思ってないですけど、僕も日々、ベストな状態をなるべく保っているんで、そんなに僕はやることないんですけど、シ,シミをちょっと取るぐらいとか、シミとか肌のケアとか。 あの別に俺そこでお金をめちゃくちゃかけるとかでもないのでなんかポイントがあったりするので、まあ、それでとかもしくは格安のところとかでっていうくらいですかね、はいまあ、まあこの前脱毛行きましたしそうですね、うん、まあそんな感じで、えー、調子をね、えー、整えていきつつあとこう皆様とのその絆づくり やっぱコミュニティっていうのは大事になってくると思うんですね。いざ何かあった時に、えー、この人だったら信頼できる、信用できる。まあ、これは昔から僕はずっと言ってきてますけども、そういったコミュニティ作り、仲間作り、えー、そういったハートとハートでつながれる人たちとの絆をもう、もう今からでもちょっと遅いぐらいですけども、気づいた時が一番早い時なんで、あのこの人とつながりたいなとか、一緒に何かやっていきたいなとか。 えー、そういったものをもっと結びつきを強くして、えー、いけたらなと、えー、思っています。もうこの発信はもうずっともう何年も前から言ってるんですけどそういう人たちとつながっていこうっていう,うあんまりつな <laughs> あんまり繋がれてないのが僕の人徳のないところかと思うんですけども、はいまあ、僕はまあいつ死んでもいいっていうような感じですし、まあえー、まあ父母もいますから、まあ、そんなにね、まあ、贅沢言ってもしょうがないんで。 はいまあ、その中で、うんまあ、今自分ができる目の前のこと目の前で自分を求めてきてくださってる人たちとか、えー、そういったところに、えー、集中できたらなと思っておりますあのなんかよそ見せずねなんか贅沢を言わず、まあ、日々精進していけたらなと思っておりますなのでね、えー、そういう気持ちで気を引き締めて 皆さんも、えー、日々精進していけたらなと思っております。本当に、えー、ありがとうございますと。そして感謝してますと。えー、愛してますという気持ちで皆様も日々穏やかに、冷静に、えー、そして前向きに情熱的に、えー、過ごしていただけたらと思っております。ということで皆様いつもありがとうございます。感謝してます。愛してます。ということでラバンズスマイルラバンズスマイルということで毎日 笑顔でニコニコ楽しく過ごしていけたらなと思っております皆様愛してます以上です